アラフィフのゆめみんです。本日はですね、ちょっと歌舞伎に見に行く前にですね、ちょっと新橋に寄ってみました。サラリーマンの街、新橋ですね。ニュー新橋ビルっていうところなんですけど、の2階にちょっと気になるお店があったので、ちょっと入ってみようかなと思います。ここまで来るのにですね、マッサージさんがいっぱいあって、ちょっとびっくり、アジアみたいな感じ、日本じゃないみたいな感じだったんですけど、またゆっくり帰りご紹介したいと思います。ではレッツゴー。気をつけてね。はい、中に入りまして、ハイボールを取り込みました。本日外は3度です。すごい寒い日、雪が降りました。てかもう電車で飲んできました。はい、ちょっと電車で飲んできました。850円ですね。手作りでおすすめってことだったら、こちらを早速いただいてみたいと思います。では下にこれ、生姜かな、生姜が乗ってますね。結構ニラとかも結構入ってますね。ネギかな。入ってみます。おいしい。タコ？タコ入ってんの？うん。タコが入ってる。タコが軽い感じで美味しい。私はいいよ。あ、いいよ。ワオライ。タレ、塩、美味しいねこれ。美味しい。ありがとうございます。タコが入ってる。イカ？イカも少し。イカだ。ね、美味しい。手作りでここで。ね、美味しい。蒸してます。大きいですね。こちらね、今ですね、タレ、はい、タレと塩と1本ずつ頼みました。こちらが380円ですね。2本で380円。そのままいっちゃうかな。こっちはね、タレだから。全部美味しい。唐辛子。新橋ってサラリーマンの街ってことですと憧れてたんですけど、いい感じのお客様もいらっしゃって、雰囲気バッチリですね。ラップ唐辛子。はい、春巻き唐辛子。カットします。はい。あとハイボールと。はい。2つ。はい。春巻きと半分サンドとスナック唐辛子が来ました。なんか唐辛子揚げてるらしいんですけど、ピーナッツの方が辛いみたいです。結構唐辛子も大きいタイプですね。頑張りました。これ何？唐辛子食べてみて。でかくないこれ。でっかい唐辛子。なんでこんなでかいのこれ。大丈夫？またあの日みたいにならない。食べてみ。これは辛くないんだけど。辛くない。うん。これお菓子みたいですね。辛くないです。でピーナッツは辛いらしい。うん。ちなみにすごい、はい、手作りのこちらもおすすめの春巻き、結構大きいんですよ。手のひらの方が大きいぐらいですね。300本380円でした。カットされてます。エビ春巻きが出てましたね。結構ね、こんな感じです。サクサク。エビ入ってる。エビが。俺も同じよ。何もつけなくても味がついてます。ここの料理全部美味しいです。しかも安い。何が一番美味しい？それなの？これね、これじゃないの？これも美味しかったんだけど、これが斬新すぎてびっくりしました。結構入ってる。結構そう入ってる。エビがなんか1本丸ごと入ってるっぽいよね。2本入ってる。野菜も入ってる。細巻きだからねっとりした感じがなくて、具材だけっていうか、そのままねエビの味で結構出ちゃう。おすすめです。ありがとうございます。こちらお店の名前なんて読むの？松峰です。どっちかなと思って。レシオの知識。おいくら前？5万5千円です。一言。よろしくお願いします。はい、松峰でした。有心橋ビル2階にあります。綺麗なママが待ってます。ありがとうございます。はい、すごい美味しかったです。今これ2階なんですけど、2階はマッサージ屋さんがいっぱいあって、ちょっと日本じゃないみたいなので、ちょっとゆっくりはい、行ってきます。はい、こちらの有心橋駅のところの2階に今の松峰さんがあります。ぜひおすすめです。で今から急いでタクシーで、すぐ5分もかかんないと思うんですけど、勸玄君の新橋演舞場の方で歌舞伎見に行ってきます。